はい、始まりました。第2回タケルソムリエのコーナーが始まりました。第1回はチョコでやったんですけど、うん、第2回は、ポテチでやりたいと思います。まあ、ポテチ、タケルはね、もうほぼほぼ一緒にいるところで食ってるとか見たことないから。俺は中学校からポテチ食ったことない。俺は嫌いなの。嫌いっていうか、もうお菓子を食べる習慣がない俺は。だから、この中でも食ったことあるのは根菜パンチは多分中学校で食ったことある。でもほんとそれぐらい、うん、あとは多分ほぼない。海苔塩も一緒に。海苔塩は多分あるんじゃない。これをどこまで当てれるかっていうね、うん、まあ、どういうのがあるか、まず、うん、薄塩、これはアメリカの多分一番なんかポピュラーな感じの、ね、うん、ポテチだね。ラーズ、はい、ラーズちょっと今英語勉強中だもんね、yeah. で、これとあと海苔塩、うん、カルビの海苔塩、アウイチップス、うん、ハワイのやつね、塩味ね、うん、これ衝撃のコンソメ、うん、新しいやつ。コンソメパンチ、神のり塩で無添加、うん、化学調味料を使ってないポテチ、うん、薄塩味で、これ今数字が振ってあって、うん、まあ、1から8まであって、目隠しに下げて、口頭で、例えば、まあ、コンソメパンチって言ったら、マッツンがその俺が食べたこの紙をその上に置く、うん、で、最後取ったら、まあ、当てるかっていう、うん、次やっていきたいと思います。はい、早速いきますか。やろうか。よし。いやね、もうね、本当にね、これ1回ぐらいはもう前回ね、俺チョコすごい自信あったけど、チョコでも1個だけだっけ間違ってたの。うん、1個だけ、うん、1種類で、まあ、2種類かで、まあ、この今目隠しで使ってるのはドクターエアの、アイマッサージャー、目をマッサージしてくれる。一石二鳥だね。一石二鳥しながら。そう、うん、さあしたらじゃあちょっといくね。うん、ごめん、うん、待って、何があるか待って思い出す。もう一回もう一回言うよ、うん、まあ、化学調味料とか使ってないポテチ、うず、ん、塩味ね、うん、で、うず塩味の次、あ、まあ、塩味で、うん、カイソルトっていうあのハワイ、ね、あ、まあ、マウイチップス、ね、マウイチップスで、あのアメリカのポテチラーズ、え、ラーズで、あとは、うん、まあ、カルビーの一番オーソドックスな感じ、薄薄、あ、そうだね、うん、で、あとは海苔塩が2種類、海苔塩2種類ね、カルビの海苔塩と神、うん、で、あとはコンソメが2つ、オッケー、衝撃のコンソメとカルビ、オッケー、分かった、オッケー、これ結構意外と難しいと思うよ。じゃあ始めていきますね。いきます。じゃあ1個目お願いします。うん、口入れるとき入れるって言って。いや、もちろん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 。え、まだ、はい、まだ、まだまだまだ選んでるね。あ、今選んでる。じゃあ1個目入れるとき聞くよ。いく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 よ。じゃあ、うん、あうん、塩だね。うーん、めちゃくちゃ塩だった。塩、なんかスタンダードって感じ。これは日本のスタンダードかアメリカのスタンダードかどっちか。そこじゃ、まずまずそこじゃない。うん、でもなんか馴染みがある感じなんだよね、これ。うるさいよ、これ。止めていいよ集中できない。ね、ちょっと食ったことある気がするから。日本寄りってこと。うん、日本のスタンダード。おー、カルビーの薄塩、うん、じゃあ一つ目のパン、じゃあ、うん、塩だね。なんかオーガニックっぽい塩だね、これは。オーガニック、うん、あんまじゃあそれ使ってないってこと、化学的なもの、うん、オーガニックといえばハワイ。あ、ハワイね、うん、無添加の方じゃなくてハワイ、ね、あ、無添加とは違うなんかちょっと塩がいい、ピッと効いてる塩。じゃあこれはハワイ、これマウイチップス。おお、自信。え、向けて。マウイチップスいいね。 Yes、 OK。 でも結構わかるかもしれない、これしたらね。いくよ。うん、仕上げて。あ、え、あ、もうこれは全然違うわ、塩じゃない。何これ
ちょっとこの姿腹立つわマジで。え？これ海苔塩とかあったっけ？海苔塩は2種類ある、カルビとカビ。これね、海苔かみんな見えてないけどカレーっぽい味もするんだよね。でもなんかその塩じゃない感じしか、塩じゃない、塩ではないってこと、塩じゃない感じが強い。コンソメって何があったっけ？衝撃とカルビ、うん、コンソメとは違うんだよね。コンソメってコンソメパンチのコンソメのイメージが強いの俺は。うん、まだそうだね、その感じはしない、うん、でもちょっと味がある、塩じゃない、し、え、し、え、う、え、なに、海苔塩は海苔塩は、普通の海苔塩と、カルビの海苔塩と神、神、神、神海苔塩。ああ、神海苔塩食べたことないから、うん、普通の海苔塩じゃない味がするんだよね、これ。これ、神海苔塩にしようか。神海苔塩、うん、塩よりかは味があるんだよね。コンソメの味じゃないんだよ。違う。うん。じゃあ、まあ、じゃあ、いいよ。集中した方がね、うん、シャクシャクで。これ海苔塩だな。海苔っぽい味するわ。え？まあ、海苔塩2つあるよ。でもこれ普通の海苔塩。これ普通の海苔塩、うん、完全にこれ普通の海苔塩。なんか食ったことある気もする。なんでそれしかめっ面っぽくなってるの？なるの考えてる。海苔塩でいいってこと？あ、海苔塩結構これはなんか、これはなんかでもなんか食ったことある気がする。ちょっと一回口を見せます。いや、しちゃおうよ。硬い。え？音違うね、確かに今までとは。硬いよ。マジでムカつくわこの。硬い。アメリカンって硬いの？物によると思うけどね。え、これマウイかな。硬いのってなんかあったっけ？衝撃のコンソメって硬いかな。いやもう弾力でいっちゃダメだよね。もうそれは違うもんね、うん、また。まあ、味じゃない？弾力？食感？食感。うん、ね、塩だから、アメリカのやつだな。アメリカ？向けて。まあ、多分、そう、アメリカのはなんかちょっと硬ければいいみたいな感じにやって。そう、雑ってこと？うん、そう。一斉に揚げてそう。いや、それはどこも大体そうでしょ。いくよ。あ、え、あ、食ったことあるこれ。ある？日本？うん、これ完全にあれだ、カルビのパンチ。え？カンプパンチ。ああ、いいね、うん、なるほどね。うん、完全にこれはそう。結構自信ある？うん、結構食ったことあるこれは。なるほど。いくよ。待って、一回ちょっとリセットして。わかるね、意外と。まあ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 、まあ。え、なんかこれうまい。今残ってるのは、うん、衝撃のコンソメと、うん、無添加のポテチ。え、あと2つしかないの？うん。え、めっちゃうまいこれ。好き？うん、めっちゃ好き。しかもそれやめてない。え、うまいこれ。珍しいね。うん、食ったことないね、この味は。何、何系の味？何系の味？なんかすんごいね、衝撃的にうまいこれは。何系とかわかんない、なんかね、魚を揚げた感じ。うまみがすんごい。ああ。これ衝撃かな。衝撃的なうまさ。衝撃のコンソメ。うん、これ衝撃的なうまさ。衝撃的なコンソメ。衝撃的なコンソメ。これめっちゃうまい。まあまあまあいいね、それ。うん。じゃあまあラスト一個。めっちゃうまいわ今の。普通に好き。くちゃくちゃ。何これ。なんかさっきのが、うん、衝撃的なこの味がしたから、あ、なんかすごいちょっと薄いってこと。なんか味がない。 あと無添加しかないんだっけ。そうだね。あ、もう完全にじゃあこれで無添加だよ。自信ある？うん。なんで？いや、もう無味がしない。なんか本当にじゃがいもそのままって感じ。ああ、じゃあこれに関しては結構もう、うん、これは間違いないと思う。 OK。これ終わり、全部終わり。あ、じゃあまあまあまあいいかもね。割と自信はある。結構いいかも。なんか
やりきった感じする。出し切った達成感。大事、大事、大事、大事。え、撮っていいの？撮っていいよ。まあ、じゃあちょっと下見ないで結果発表していこう。じゃあ、うん、いいよ。下見ないで、あんまり下、うん、したら、うん、まあ、じゃあ左から行こうか、うん、見てて、ね、まあ、確かに。まあそれはね、正解、正解、正解、無添加ね、うん、まあ本当、まあ、じゃがいもそのまんまの味みたいな感じや、うん、次、うん、神何あれ4って何？4はコンソメ。あ、衝撃のやつだ。だからこれがもう逆になってんだよね。ここが違うってこと？海苔塩とコンソメが逆になってんの。メーカーは一緒だけど。ああ、なるほどね。うん、え、でも結構味違うよ。俺がめっちゃうまいって言ってたやつは こっちってこと？これ、これ、そう。これめっちゃうまい。魚って言ってた。食ってこれ。これやばい。食ったことないんだよね。結構うまくない？和風。ああ、そう。和食でこのまま出しても和食って。まあなんか、言いたいことはわかるわ。え、ということはもう俺、食べた失敗ってこと？もう無理。これでも、コンソペ？いや、わかんないんだよ。俺ちょっとさ、こだってこれをコンソメパンチって言われてもコンソメパンチじゃなくない？ちょっと薄いけど、海苔塩ではないね。わかんない、そう、旨味が強かった。あ、これ？うん。いや、ちょっとこれ食べてみて。これ海苔塩って言ってんだよ。いや、コンソメの味はしないんだよ、なんか。うん、コンソメだね。あー、コンソメって言われると、コンソメだわ。でも、目つぶってみると。まあまあまあ、なんか多分、わかんなくなっちゃう。うまいものって感じ。コンソメパンチは当たってるんだよね。ああ、まあ。これ当たってるやん。これは食ったことあるもんね。こことここがまあ混ざってて。うん。ってことは？ここは？でもこれ、何だ？アメリカ同士は合ってる。ああ、ほんとだ。ここは逆だった相手。なんかね、硬さとね、塩の感じは似てんだよね。うんうん、これはまあなんかまあまあまあ、惜しいっちゃ惜しいよね。この2つは結構むずい。うん。結構ボロボロじゃない？まあ2つは、これは、それは当たってる。これも当たってる。当たってる。食ったことあるものに関しては、うん、まあ当たってる。確かに。で、食いすぎ。俺さっきからずっとポリ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 。なんか準備してる間に、俺味見しまくって。俺も全部味見しないといけないなと思ってしたの。そしたらもうこれがすごい美味しくて。これうまい。これやばい、ちょっと食って。俺こんなポテチ食うことないよ本当に。めっちゃうまくない？なんか硬さすごい。そう。これも硬いの。いや、それはね、あんま硬くないんだよ。本当だ、あれ？なんだ？もう普通の硬く感じたけどね。はい珍しい、俺がポテチ食べる姿。まあまあまあ、確かにこれ結構レアね。しかも今何時？今ね、12時半夜中にポテチ食うってやばいよ。まあね、こんな時期だからね。本当外じゃない、もうずっと待っても俺っているし、ね、もう俺んちでもあるし、帰るときでただいまって。まあでもこれ日本だから食ったこともあるもんね。半分間違ってるってことでしょ俺。これはねしょうがないしすごいと思うけど、塩とコンソメが逆っていうのはね結構レベル高いと思う。ということで、まあまあ、今回もタケルソムリエ失敗でした。次回こそはパーフェクト。そう、いつかはねこのタケルソムリエちょっと成功させたいんで、次回もお楽しみに。ありがとうございました。この動画が面白かった方はいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。次回もお楽しみに。